さん、おはようございます。今回はね、第9回目になりますが、大正元の響きにおいでくださいましてありがとうございます。じゃあもう感染者のためにもう練習もなかなかできておりません。6月から実際に始めまして、まあこの演奏会があればそれに向かってしていこういうというかね、目標がありましたので、皆さん生活の上でもう活力をいただいております。それで今日の日は皆様にとりましてホッとするというかね、あの安らぎいうのかな、思い出の日となりますように、どうぞお楽しみください。ありがとうございました。今日こうして響きの皆さんが大正元の響きのコンサートをですね、開催できるようになりました。と言っても、あの決して今岡山県もですね、コロナであのいろんなところで大変な状況になってきています。しかし、まあ、私たちはそういう大変な状況の中にあっても、少しずつ、普段 の, この日常を取り返していく、取り戻していくような努力をしていかなければいけない、まあ、そんな考えの中で、今日こうしてですね、たくさんの皆さんにお越しいただくことができました。この開催をしていただきました田園さんはじめとした有金庫の皆さん、また出演者の皆さん方にですね、心から感謝を申し上げたいと思います。まあ、ぜひあの皆さんもですね、あの日常少しずつ自分自身できること、そして自分の体心にとって良いことをですね、初めて続けていただければというように思います。今日は本当に限られた時間ですけど、皆さんゆっくりとお楽しみいただければと思います。では、いいかな、あ、皆さん入っていただいていただかないといけないので、はい、ということでどうぞよろしくお願いいたします。それではゆきんこさんの演奏で歌っていただきます。母、どうぞ。
のスタンバイができたようでございます。人生いろいろ、どうぞ。
ますが、乾杯。今でも結婚式でこの乾杯をよく歌われているようでございます。じゃあ、どうぞ。Thank you.
それでは北野良馬どうぞ。Thank you.
って大ヒットいたしました好きになった人でございます。どうぞ。
それではもう一曲お楽しみいただきたいと思います。村松和子さんが歌って大ヒットいたしました、帰って来いよでございます。どうぞ。Thank you.
お願いしたいと思います、橋幸夫さんが歌ってヒットしました、大東京音頭でございます。力強い太鼓の音もお楽しみください。どうぞ。
小林幸子さんが歌って楽曲いたしました雪椿でございます。どうぞ。Thank you.
ガラッと変わりまして、オーヤン・フィフィさん、Love is over です。どうぞ。
Thank you.
星影の大きな拍手でお迎えください。Thank you.
万波ロッキンさんが歌っていらっしゃいます。どうぞ。Thank you.
ょう。Thank you.
皆さんどうも今日はご苦労様でした。結婚の皆さん本当に、来ていただいてありがたく思います。今年に入ってから、演奏会が全くなくなりまして、この演奏会は今年初めての演奏会になります。無事に音が、ね、しっかり出るかどうか心配だったんですけども、何の問題もある、まあ、演奏の方はちょっと問題があったかもしれませんけども、普通に、技術上ではうまくいったと思います。田沙子さんの、先生の方の、運動でまた来年も、あるそうなので皆さんぜひ、元気で、健康に過ごして来年も会えるようにしましょう。今年はどうもありがとうございました。